る、る、浜松駅、バスターミナル付近にて、浜松市循環町バスは、静岡県浜松市中区の中心部を、環状運行していた、コミュニティバス路線を言う。愛称は、く、る、る。浜松市の、オムニバスタウン構想の一環として登場したもので、中心街の移動円滑化と活性化を、主な目的としていた。2002年4月1日より、 本格運行開始。2019年3月31日をもって、事業廃止され運行を終了した。以下の運行内容は、2019年3月31日の廃止時点のものである。浜松駅北地区を走る北ループ、同南地区を走る南ループの2路線があり、円州鉄道がすべての業務を受託している。そのため、ET カードや、 ナイスパスが利用できるほか、浜松駅発着の円鉄バス定期券を持っている場合は無料で乗車できる。9時から17時までの間ほぼ30分間隔で運行、運賃は1日乗り放題で大人200円、小200円、未就学時は有料客1名につき2名まで無料。当初は15分間隔、後に20分間隔で運行されていたほか、 運賃もかつては、前払い式乗り放題ではなく一乗車100円後払い式だった。正式運行開始当初、北ループは、東ループと、西ループの2路線に分かれていた。東ループのバスは、東ループの経路のみ、西ループのバスは、西ループの経路のみを運行していたが、経路の再編により、西ループと、東ループを交互に運行した。 半時計回りのみの運行のため逆戻りができない。浜松祭りなど、中心街で、催し物が開催される場合は、迂回運転や、運休する場合もある。主な経由地のみ記載。2019年3月31日の廃止時点。各系統とも、日野自動車の、ポンチョを使用していた。東、西ループでは運行開始以来、オムニノーバーテクノロジー社の、 マルチライダーを使用してきたが、2007年9月に置き換えられた。ありがとうございます。